に来たわ。温泉やっぱ入る。当たり前でしょ。ほら、あんたたちはさっさと出て。わかってるって。じゃあまた後でな。どこまで離れる気よ。だから部屋の外。キリトだけ待って。目を閉じてかがんで。何をする気だ。いいから。ああ、目隠しか。はい、そこのヘリに座って。またこの流れなんだな。で、話し相手でもするか。なんていい湯なの。地下迷宮にいるのを忘れるわ。よかったな。おー、やだ、家にいるみたい。安心する。さあ。ねえキリト、あんたあんなことをアスナにもしてるの。あんなこと、さっきしたでしょ、お姫様抱っこ。アスナにしたっけ。ああ、していないような。じゃあ私が初めてってことよね。そうかもな。あんたの無自覚もたまにはいいわね。ん、だんだん声が近づいているような。あ、気のせいよ。私があんたに近づくわけないでしょ。あんたが私に近づいてきたのよ。無理だろ。地下迷宮の奥で温泉とはね。そうだ、二人は入らないの。私周りを見ておくけど。どうするキリト。祭壇のが気になるかな。行こう。僕はちょっと入ってみたかったかな。ユージオ、祭壇だ。触ってみてくれる？女の子が触らないとダメみたいだから。リソースじゃなかったか。地下迷宮を行ったんだよ。分かってる。部屋を出ていくからゆっくり使って。そうじゃなく。そうじゃなく。できればそのこれを持っていてください。革袋。その袋の底に穴が開いておりまして。もしかしてシャワー。はい、私頭を洗うときはシャワーじゃないとうまく洗えない派で。そんな派閥あったんだ。
いつもは壁に下げたり木の枝に引っ掛けたりして使っているのですが。あ、分かった。俺がシャワーになろう。じゃあ目隠しをつけて。大丈夫です、目を閉じていていただければ。そう、じゃあお湯を入れてと。さあ目を閉じたぞ、いつでもどうぞ。目を開けないでくださいね。うん、絶対に、絶対にですよ。そんなに言うなら目隠しすればよかったのに。だって急に意識しちゃって。なあ、お湯がどんどん流れちゃうぞ、早くしないと。そうですね、浴びないと恥ずかしいですけど。目を閉じているから大丈夫だって。お湯の温度すごくいいですね、和みます。そう、よかったな。頭を洗う前に背中も流して。ててごめんなさい、つるんて滑っちゃいました。キリトさん、なぜそっぽを向いているんですか？目は閉じているのに無駄ですよね。別に。顔が赤いですけど。お湯でのぼせたかも。もしかしてさっき一瞬目を開けました？開けてない。では祭壇に行こう。キリト、顔が赤いようだけど大丈夫かい？気のせいだよ、ユーシオ君。早く先に行こう。ユーシオ、祭壇だ。触ってみてくれる？女の子が触らないとダメみたいだから。リソースじゃなかったか。地下迷宮を行ったんだよ。女の子はなんで温泉が。どうする、キリト。よし、これで祭壇から全ての報酬を受け取ったわけだけど。豪華な報酬もあったけど、リソースになりそうな品はないね。だな。やっぱり持ち去られたお宝がリソースなんじゃないかな。私もそう思うわ。だってその人たち一周で満足したんでしょ。だったら。すごいお宝だったから満足して帰ったか。集団の中に女の子が一人だけだった可能性もあるけど、もしそうだったらまた来る必要があるし、落盤まではさせないでしょうね。そうだよな。よし、持ち去られたお宝をぞ。了解。
まずは遺跡の入り口にあった坑道の先に行ってみよう。坑道、暗いな。すごく奥の方に光が見えるわ。一本道っぽいけどね。盗賊は帰ったっぽいし、向こうから誰か来たらわかるし、まあ大丈夫でしょ。行こうよ。前に立て看板、何か書いてあるね。この先エスタード三等爵家ベリック様の土地につき侵入禁止だってさ。持ち去ったのは貴族だったか。足跡がたくさんある。足跡の方向には町があるんじゃないかな。エスタード家の屋敷もそこにあるかもしれないし、真相を確かめに行こうよ。